トラビス・ノートン・レンカーは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州オレンジ軍、ファウンテンバレー出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。2003年の MLB ドラフト21巡目で、ロサンゼルス・ドジャースから指名され、プロ入り。2004年は、パイオニアリーグのルーキー級、オグデン・ラプターズでプレーした。 2007年は A 級インランドエンパイアシックスティシクサーズでプレーした。2007年8月9日にマークス・ウィー・ニートのトレードでサンフランシスコ・ジャイアンツへ移籍した。2008年5月12日にメジャーに昇格した。5月25日のフロリダ・マーリンズ戦でメジャー初安打を放った。6月3日のニューヨーク・メッツ戦ではスコット・ショー・エン・ワイスから メジャー初本塁打を記録した。2008年10月10日に、ウェーバーで、サンディエゴ・パドレスへ移籍した。参加の AA 級サンアントニオ・ミッションズで1試合だけ、プレーした。2009年4月14日に、ウェーバーで、ボストン・レッドソックスへ移籍した。参加のトリプル A 級、ポータケット・レッドソックスで117試合に出場した。2010年は、 シアトル・マリナーズとマイナー契約を結んだ。開幕から参加のトリプル A 級タコマ・レーニアーズで7試合に出場していたが4月24日に放出された。2010年5月4日にドジャースとマイナー契約を結んだ。この年ドジャース参加では A 級インランド・エンパイアで74試合、A 級チャタヌーがルックアースで16試合、 トリプル A のアルバカーキアイソトープスで13試合に出場した。2012年7月27日に自由契約となった。2012年8月4日に、独立リーグアトランティックリーグのランカスター、バーンストーマーズと契約を結び、翌2013年までプレーした。2014年は独立リーグアメリカンアソシエーションのラレドリーマーズでプレーした。二千十五年は、 メキシカンリーグのレイノサブ・ロンコスと契約し、110試合に出場して打率。264、10本類打、70打点の成績を残したが、8月にリリースされた。その後は再び、ラレドリーマーズでプレーした。2016年6月11日に、アリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。参カの AA 級、モービル・ベイベアーズでプレーし、 68試合に出場して打率303.13本塁打36打点の成績を残した。オフの11月7日に FA となったが22日にマイナー契約で再契約した。2017年11月6日に FA となった。2018年にアリゾナダイヤモンドバックス参加 A、9倍セイデアローハイドの打撃コーチに就任し、 2019年まで、勤めた。2021年からは、ダイヤモンドバックス三回 AA 級マリロ、ソットプードルズの打撃コーチを務める。ありがとうございます。